今期の王将戦七番勝負は藤井八冠に菅井竜也八段が挑戦していて、第1局は藤井八冠が勝利しています。第2局が明日佐賀県上峰町で始まるのを前に、今日は検分が行われ、2人が対局で使う駒や室内の空調などを確認しました。藤井八冠は現在タイトル戦で19連覇中で、今回タイトル防衛に成功すれば20連覇の最長記録を達成します。対局は2日制で、第2局は藤井八冠の先手で明日午前9時に始まり、あさって夜までに勝敗が決まる見通しです。